チーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、 TJM ラバーズの皆さん、天気が気になる、皆さん、こんばんは。アリケータです。 TJM 4.0 です。とりあえずの T、じじってみたの J、 見た M 4.0 ですね。 Facebook でライブをして、その様子はですね、ポッドキャストでも配信できる、聞くことができるということで 4.0 になっています。 1.0、2.0、3.0 とかは YouTube でいろいろやりましたけれども、今は、場所を変えてます。長い話、歴史がありましたね。長いっすよ。もうなんだかんだ言って、そのネットでなんかこういろんなことやっているのが、もう割かし結構経ちますからね。5、6年ぐらい経つんじゃないですか。長いっす。まあ、その当時を振り返ってみると、やっぱりね、全然そのなんかネットで顔出しとかっていう文化がそもそもなかったんですよね。なかったから、やっぱりそう考えてみると、この5、6年で顔出し率がこんなに変わったんだっていうね、あの世間の流れとかも見るとすごい変わったなと。でもう僕あれですよ、言ったらもう30ですよ。で今年31ですよ。で思うんですよね、なんかまあそういうこと言い出すと、これがまあなんか年取ったのかなみたいなところですよ。そう思っちゃいますよ。そう思っちゃいますよって思うんですよ。思いませんか？ 5、6年も経つんですよ。もう早いですね。皆さん5、6年前何してたんですか？学生さんですか？それとも、社会人ですか？大学生ですか？高校生ですか？中学生ですか？ね、いろんなね、あのあれがありますけれども、世代が、ぜひぜひちょっと、私は5、6年前、僕は5、6年前こんなんだったよみたいな教えてもらえると嬉しいです。それでは、まずはですね、ざっくり天気予報行っていきましょう。今日もですね、天気めちゃくちゃ悪かったですね。東京も一日中雨が降っていて、僕はですね、さっき買い物に行ったんですけれども、買い物に行ったらもうすぐその時が一番雨を降っていて、なぜこの時に買い物に行ってしまったんだっていうちょっと後悔が、たくさんあるんですけれども、台風16号が今夜の遅くから明日の未明にかけて九州に上陸する恐れがあるそうです。だから天気悪いんですね。明日はですね、西日本や東日本の太平洋側を進む見込みです。マジで？九州から関東は広く雨で天気悪いんですね。ではではちょっと20日の天気を見ていきましょう。困りましたね。僕は明日外出する予定なんですよね。東京の天気もう 90% ですね。マジか。今これ自分で見てショックですね。困りましたね。あー、 90% なんですね。 90% ですよ。仙台、東北は、70% で、新潟も、新潟 80% です。札幌、釧路、北海道は全然問題ないです。 0% です。金沢、大阪、名古屋が、降水確率 100%、 大阪は 90% ですね。名古屋も 90% です。それで、高知、鹿児島、福岡、九州ですね、九州、中国のあたりは、晴れのち、あ、ごめんなさい、雨のち晴れになっているので、まあ、通過して天気良くなるみたいな感じなんですけれども、東京困りましたね。猛烈に降るみたいですよ。どうしようかな。困ったな。本当困りましたね。ちょっとじゃあ、困ったついでに、じゃあちょっと今週のビールを。これですね、あれなんですよ、なんか、オランダだかどっかのビールなんですよ。なんかオランダ王室御用達みたいのがカルディに書いてあったんですよ。なんでオランダのビールを飲みながら、なんかね、すごいちょっと高かったんですよ。300円ぐらいしたんですよ。開け方がちょっと分かんないですけど、どうやって開けるんだろう。あ、分かった、開けました。あ、なんかすごいちょっと豪華なね、ものすごいちょっと豪華な感じですけど、いやー、ちょっとほんとショックですね。天気が悪くなるんですね。うん、あ、美味しいですね。なんか日本にはでもないビールの味ですよ。これをやっぱオランダの人たちは飲むんですね。嬉しい、いいです、羨ましいですね。
あ、今あれなんですか、 M ステやってるんですか、 M ステやってるんですか。あのあれですよね、宇多田ヒカルさんでしたっけ、あ、それまだですか、があのすごいなんか数年ぶりに出るみたいな感じでしたっけ。まだ先でしたっけ。久々っていうことでなんかちょろっと記事を見ましたけど、21日、は通過していくのでしょうかね。九州の方はもう基本的に、九州中国は晴れます。関西は若干残っていますね、雨が残りますね。 80%、60% とかですね。東京は 70% で、雨のち曇り。あ、東北仙台 80% ですね。ちょっと気温が落ちますね。19度ですよ。新潟はですね、雨のち晴れということで 80% ですね。だからまあ通過して台風一過の天気が良くなるっていうパターンじゃないですか。また東京天気悪いですね。22日の木曜日、東京はですね24度なんですよ。そんで、降水確率 60%、 新潟も同じく 60% です。なんかよくわかんない天気ですね。ここで初めて沖縄が天気悪くなりそうですね。29度なんですけど、気温は全く関係ないんですけど、60% ですね。曇りのち雨。鹿児島、晴れのち、雨ですね。なんかよくわかんない天気ですね、全国的に。一応折りたたみ傘は持った方がいいでしょうね、一応。なんかあったらまた天気はですね。23日の金曜日もですね、花金ももうダメですね、天気よくないですね。びっくり、ほんとよくないですね。東京はね 50% なんですよ。で、全国的に曇りですね。曇りのち雨というところで、降水確率も、50% 台が多いですね。なんかほんとやですね。こんなに天気悪くていいのかなって思った土曜日24日、東京だけ曇りのち雨です。 50% です。でその他はですね、晴れのち曇りといったところで、降水確率も大体 30% から 40% っていうところなので、まあまあまあ東京以外はいいんじゃないですか。来週の日曜日は、あ、ここら辺でちょっと気温、天気が良くなってきますね。ただ全国的にはですね、曇りのち晴れといったところなんですけど、気温がね結構高いんですよね。27度、東京27度です。で、そこから関西の方にかけていくと、平均気温大体29度とかなんですよ。だまだ暑いんですね。長袖は売れないですね。アパレルの人たちは大変ですね。まだ半袖着てますからね。でそれで長袖おすすめしてもなんかこうグッと来ませんもんね。いや、そういえば寒くなってきたからなとかって言うんだったらすぐ買いますけど、大変なんですよこの時期、この入れ替わりの時期に売るのって。僕も販売員やってたんですけど、結構やっぱ買わないっすね、そもそも。いや、買わないっすよ、買わないっすよね。でちょっとでも寒くなった瞬間にやっぱ買い出すじゃないですか。だからやっぱりそれって、まあ、その時にどうするかって、もう僕はもうどうしようもないよってやっぱちょっと正直ね、まあ、思いつつ、でもなんとかね、なんかね備えてね、僕結構早めに買うんですよ。もうあの割かしもう夏の間にも秋物とか、もうなんだったらもう冬物買っちゃうみたいな。でそのもう秋とか冬とかはまあなるべくもう買わないっていう風に心がけているので、割かし僕動き早いんですよ、すごい早いです。で今回も夏に着る T シャツとかはもう5月ぐらいに、5、6月ぐらいにもうババッとね、あの注文したんで、そのぐらいちょっと早めに僕は動き出しだけはもう一丁前に早いですよ。ではですね、あの僕あれ行ってきたんですよ、人間ドックに。今週の水曜日、ごめんなさい、木曜日ですね、木曜日に人間ドックに行ってきた。そう多分ね、そう若干ね太ったっぽいんですよね。僕もさっき鏡を見てなんかちょっとふっくらしたなと思ったんですよ。でちょっとこれいろいろ話があるんですけど、あの別にビール飲むっていうのももちろんあるかもしれないんですけど、
構もともと割かしねあれなんですよ、太りやすい体質なんですよ。まあ、それで、木曜日に人間ドックがあったんですけど、で、それが14日とかですかね、木曜日だったんで確かそのはずで、前日の夜8時以降は何も食べられないんですよ。要は食べちゃうとなんていうんですか、バリウムの検査とかもあるのでできないんですよ。でそれでまあじゃあ食べないってことは、夜8時まで食べないっていうことは、でもうなんかそれだったらもうがっつり食ってやろうと思って、でそれで夕方どこだっけな、なんかすぐだか忘れちゃったけど、でもちょっと時間が空いた時にもうとりあえずもうここだけがっつり食っとかないともう明日やばいって思って、でそれでもう完全にラーメンとあれですよ、もう白米セットを食べちゃって、でもう炭水化物とりあえず取っとけば明日まで大丈夫っていうすっごい安易な発想で食べたんですけど、で結局ね、麺とか消化いいらしいじゃないですか。だからもう夜8時過ぎとかになってもうすげえ空腹になって、でしかもお酒も飲めないし、水かお茶しか飲めないんですよ。お茶カフェイン含まれてるんですけど、コーヒーはダメなんですよね。そこは何なんですかね、お水とお茶は良くてコーヒーはダメみたいなんですね。お茶の方が確かカフェインの量多いですよね、確かみたいなんですよ。紅茶もカフェインの量多いんですよ。あ、紅茶の方が多いんだっけな。でもね、お茶もカフェイン含まれていますからね、濃いやつとか飲んだらなんか言われるんじゃないかなって思っていたんですけど、まあ、それで食べたんですよ。でその後に人間ノックが終わった後にもうすごいお腹減るんですよね。で僕もうどうしても富士そばのカツ丼とそばの大盛りセットを食いたいと思って、で人間ノック全部終わった後にそこの病院でご飯食べられるんですけれども、でもそれでもういやもうどうしてもそばだと思って、ちょっと病院の方に申し訳ないんですけど、僕富士そばに行きたいんでご飯はごめんなさいと断って、富士そばに行って、でそばと大盛り、カツ丼とそばの大盛りを頼んじゃったんですよ。だそれもね結局炭水化物なん で結構ね炭水化物取るとすぐ太っちゃうんですよ。なるべく夜とか取らないようにしているんですけど、なんかそういうのがねわりかしちょっと今週というか先週ですかちょっとね続いちゃったん で本当に3日4日もうそういう風にやっちゃうと本当にねもうすぐぷっくらなんですよ。本当にぷっくらなんですよ。自分でもなんとなくこう分かるんですよ。ちょっとなんか重くなったなっていうのがちょっとするまあでも感じるんですよね。まあ多分普段そんなにご飯とか炭水化物取らないから余計なんか反応しやすくなっちゃってるのかなとは思うんですけどね。でもでも太りました、絶対太りました。なんか太ってる感はすごい僕も感じてます。皆さんも感じてるってことは、僕も感じてるってことは皆さんも感じてるっていうことだと思います。じゃあこうしましょう、アンケートを取りましょう。アリさん太ったって思う人、太ってないって思う人、太ったか太ってないかをこの Facebook のライブなのでコメントで教えてください。太った人、太ってない人大して変わってないかなって思う人、よろしくお願いします。でですね、ちょっと健康診断の話をしたくて、まあ、どうだったんだっていうのもね、ちょっと僕は話しておきたいんですけれども、すごいことが判明したんですよ。視力が上がったんですよ。上がるんですよ、視力って。で、左目が僕もともと視力 1.0 だったんですよ、毎年。毎年っていうか、毎回検査しても、左が 1.0 で、右が 1.5 なんですけど、なんと、今回ですね、右も左も、両方とも 1.5 っていう記録を更新したんですよ。で、もともとすごい目良くて、で、まあ本当これとかはあれなんですよ。パソコンをやるから、ブルーライトで目を守ろうっていうので買ってるんですけど、だから、やっぱね、ブルーライトをつけたおかげで、このちゃんと気にしてるから、それできっとね、視力もね、上がったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよ。だから、やっぱりこのメガネを
そのブルーライトから目を守るっていうのはやっぱすごい大事だなっていうのをふつふつと感じたんですよ。だから 1.5 になりましたよって言った瞬間によしと、だからだ、このジーンズ PC のおかげだと思って、ちょっと結構ガッツポーズしてたら、あのそこにいた人たちもちょっとなんか若干苦笑気味で、こいつはなんかテンション高えなみたいな感じで笑っていたんですけど、ただショックなことが1個だけあるんですよね。あのやっぱりそろそろね、今30なんで若干こう、まあ、いろんなこう、まあ、病気のことを気にしないといけなくなりつつなってきたんですよ。で全然病気とか全くなかったです。もう本当に完全なる健康体だっていう風にお医者さんから言われたんですよ。もう全然大丈夫ですと、問題ありませんっていう風に言われたんですけど、ただ1個だけちょっとね、ちょっと気をつけた方がいいよって言われたのが、僕ねあれだったんですよ、尿酸値、高いというか、その尿酸値っていうのが、あの要はなんか痛風とかになるかもしれないっていう数値なんですけど、まあ、その尿酸値が高いっていうことは何をしてるっていうことなんですけど、まあ簡単に言うと酒飲みすぎだっていうのを言われたんですよ。で、その今尿酸値が 7.0 なんですけど、すいませんね、この Facebook のライブで尿酸値の話とかをしてしまって、で 7.0 なんですけど、 7.0 っていうのがあとちょっとでもその 7.0 を超えてしまうと良くない、よろしくないような、その痛風になるかもしれないというか、そこにこう一直線で行ってしまうんじゃないかっていうところになるかもしれないみたいな感じのことを言われて、まあ、言われた矢先、言われて、まあ、こんなこと言いながらちょっとビール飲むのちょっとダメだと思うんですけどまあそれでもね、そんなにでもね、僕毎日ビールたくさん飲むわけじゃないんですけど、決めてるんですよ本当に。今のところはですね、本当週に1回とか2回ぐらいにしているんですけど、ただ今週ねちょっと立て込んじゃって飲む機会が多かったんで、まあちょっと、まあ、それも飲み食いしすぎたんですよね、単純に太ったっていう理由も。よくないですね、気をつけます。ビールに関する話です。たまたまですね、そのちょっと健康に関する話をまずはしていきたいんですけど、痛風になった人いますかで、その、まあ、痛風の話しましたけど、その痛風になると、ビールとかを控えないとダメなんですよ。控えないと良くないんですけど、てかお酒を飲むこと自体ちょっと控えないとダメなんですけど、これちょっとやっぱまあそうだよねっていう記事があるんですけど、クーリエジャポンですね、イギリスの医学ジャーナルランセットっていうところの、に掲載された論文なんですけれども、ビールをごめんなさい、ある研究をしたんですよ、ここの、論文を書くためにね。でこれはですね、痛風と診断されたことのない人ですよ、約4万7000人の男性を対象にアルコールの消費量を、実際に調査しましたと。で、要はたくさん飲めばそれが痛風発生になるのかっていうのを検証したらしいんですよ。で、実際にその、とりあえず、アルコールの摂取は痛風のリスク増大と強く関連するっていう結論をその、検証の中で決まったみたいなんですね。で、じゃあその痛風になりましたと。いや、痛風になったら痛風になってしまうとビールやめればどうにかなるのだろうかっていう、それだけで痛風治るのっていうのがあるんですけれども、で結局ですね、アメリカの政府機関の、医療品質研究調査機関ですって、すごいですね、AHRQ がこれまでの研究報告を集めたみたいなんですよ。その集めて比較した論文を見てみると、何が言いたいかというと、つまりこの痛風になってしまうと、もうどんなに、例えばご飯とかもそうだし、お酒とかもそうだし、そういうのを制限しても結局その尿酸値を下げるのはちょっとやっぱね難しくなってくるらしいんですよね。なんていうの、なんですか、そのもちろん下がるんでしょうけど、やっぱちょっと普段よりもその痛風になってしまうとやっぱ若干難しくなってくるっていうのがあるみたいです。そう、痛風になるとね甲殻類ダメなんですよ。僕の父親痛風なんですよ。でエビとかは尿酸値が高くなるっていう風に言ってたんでダメらしいですね。プリン体とかね、ビールプリン体たくさん入ってますからね。父親すげえもう言ってますから、もう会うたびにね毎回言いますから、
もうビールのこのプリン体の量がとか糖質の量がとかもう言うんですよ。僕もまあ30なんで、割りかしそういうのね結構やっぱ気にしだしてくる年頃なんですよ。まあまあまあ、まあ、とりあえず、ビール、まあ、痛風になっちゃったら難しいよっていうことですよ。だからちょっと体調にはなるべくね、お酒飲むの楽しいけれども、ね、ちょっと気をつけましょうということです。自分自身に言ってます。特にねビールの飲む量はそうなんですけれども、水をたくさん飲んだ方がいいらしいんですよね。お酒を飲む量と同時に、全く同じ量でお水を摂取す、取ると良くなるみたいなんですね。だから、まあちょっと今後はもちろんアルコール好きなんで、まあ、飲みますけれども、お水もちゃんと飲もうっていうのは気をつけないと良くないですよね。痛風になるかもしれないし、ふっくらもっとふっくらふくふくしすぎるかもしれないんで気をつけたいと思います。食べ物といえばですね、ごめんなさい、飲み物といえばですね、ビールといえば、次はじゃあ食べ物の話をしましょう。これもですね、研究結果、第2弾の研究結果なんですけれども、よくあるじゃないですか、床にね食べ物が落ちて、あ、5秒ルールだったら OK みたいな、3秒ルール OK みたいな話がありますけど、もうこれね、完全にこれは嘘だっていうことを言っているところがあるんですよ。でこれは、この研究をしたのがですね、アメリカの、ラトガース大学の研究チームが、もうこの5秒ルールを完全にもうこれは嘘ですよというふうに発表しました。でどういうことをやったのかっていう、すごいですよ。もう彼らもう何がすごいかって、もうだってもう絶対5秒ルールってそもそももう嘘じゃないですか。もうこれ本当にはならないじゃないですか、もう腹を割って話すと。でもなんかやっぱりその5秒で、5秒以内にこう食えば大丈夫だっていうかすかな希望ですよ本当に。でその希望を完全に彼らは打ち砕いたんですけれども、でも思うじゃないですか、みんなも思ってますよね。でその5秒ルールって、いやいやもう5秒つってももういやいやもうないでしょうとは思いますよね、思いますよ。でも完全に彼らはもうそれでもうやめようよっていう、5秒ルールなんてもうそんなもうそんなのやめようよっていうことで、彼らは一生懸命研究をしました。じゃあ一体どういうことをしたのかというとですね、すごいですよ。これはね本当によくやったなっていうふうに思うんですけど、まずいろんな食品を用意して、その食品をですね1秒未満、5秒、5秒、30秒、300秒の別の時間枠でその床に落として放置したんですよ。でそれを、それぞれの条件をもとにそれを20回繰り返して、で合計さまざまな食品をですよ、合計2560回もその1回落としてから数秒間待って、もう1回拾って、じゃあこれはもうアウトなのかっていうのを、やったみたいなんですよ。で、まあ、結局、まあ、まあ、たくさんやりましたから、でそれでもうダメだったらしいです。もう結局もうその1秒だろうが5秒だろうがダメらしいですね。もう落ちたらもうダメです。落ちたもの5秒ルールとか言いますけど、これ5秒ルールだから3秒ルールだからとかっていうのも結局もうダメなんですよね。やめましょう、そろそろやめましょう。ただこれちょっと面白いのが、このね、5秒ルールでその要は食べ物が床に落ちるじゃないですか。でそこから細菌、ばい菌とかがこう感染、うつる、確率な、うつる、どれぐらいうつるかっていうその比率なんですけど、この比率がすごい高かったのが、タイルとステンレスの床は比較的高くなります。一方、カーペットに落とすと、その比率っていうのは起こりにくくなるみたいです。ちなみに、表面がですね滑らかで水分を多く含む食べ物、例えばスイカとかなんですけど、スイカとかはやっぱすごいね、その比率高いです。反対にですねグミとかキャンディーとかっていうやつは、低いです。だからまあ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 そうですね、まあ水分を含んでるものはもう完全にもうやめましょう。もうまあまあないですよね、相当よっぽどじゃないことな限り。昔あったのが、ガリガリ君を友達が言う、もう本当に、コンビニの外で落としちゃったんですよ。で、べちゃって落として、結構夏だったんで、でも本当に、ちょっと、まあ、落ちるじゃないですか、あれって。落ちちゃうじゃないですか。で、もうすごい食い意地が張ってたから、
で落ちて床に落ちてそのいやもう今思い返すとすごい食い地張ってますよ。でその落ちたところのあのなんていうんですか表面のとこだけはもう全部カッてこう切って、でそれでそのでも本当自分の判断ですよ、どこまでだったら大丈夫っていう判断でガリガリ君食ってたんですけど、まあまあまあだからもう多分ガリガリ君とかも良くないですよって考えたら、だから基本的にグミキャンディーが低いっていうことはまあイメージはつきますよね。ちょっとこう乾燥してるようなあのものとかだったら割かし大丈夫っていうことなのですが、まあ基本的に、まあ、その5秒ルール3秒ルールっていうのはもうこれはもう通じないよ、2016年はもうこんなの通じないよっていうことをもう彼らはね2560回の測定からわざわざ出してくれてやめましょうということを言っています。なので TGM4.0 聞いてる人はですねやめましょう5秒ルール、たまにやりたくなるかもしれないですけどやめておきましょう。時間といえば、インターネットでですねこれ今週あった記事なんですけれども、1分間の時にインターネットの世界では一体何が起こっているのかっていうのをですね、イルファン・アーマットさん、合ってますかね、合ってるはず、イルファン・アーマットさんっていう人がですね1分間の間に起こっていることをインフォグラフィックかこう何ていうんですか、見て視覚的に見て情報が分かるようなイラストでまとめてくれているんですけれども、これはねあのやっぱりどんどんなんか僕も昔その YouTube でやってる時にどんどんその言ってたんですよ、これ1分間の間にこういうことが起きますよっていうふうに言っていたんですけど、やっぱり、ね、その数字がどんどん増えてきてるみたいですね。分かりやすいところでいくと、まずじゃあ YouTube 行きましょうか。 YouTube はですね、すごいですよ、1分間の間に、400時間もの動画がアップロードシェアをされているみたいですね。はあ、すごいですね。ちなみにこの Facebook なんですけど、 Facebook は1分間の間に、ユーザーはですね写真を投稿するとかでいいんですかね、216,302枚、1分間の間ですよ、投稿されるらしいです。 Amazon はですね1分間の間に222,283ドルってことは約230万円ぐらいですか、売り上げをしてるみたいです。ちなみにこれアメリカだけですみたいですね。結構やってますね。 Twitter は、1分間に9678ツイートされているみたいです。 Google がやっぱ一番すごいですよ、度肝抜きますよ。 Google はですね1分間に1,100,0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 00,
の60万5の語数が、翻訳されてるみたいですね。インスタグラム1分間の間に243万555の、これはいいねがつくみたいです。1分間の間にもうすごいですね。もう よくわかんないですけど、でもこれアメリカのことですからね。たまにあれありますよね、あのインターネットといえばスマートフォン持ってるじゃないですか。でこれ BBC の、BBC ジャパンがですね記事にしているんですけど、まあでもよそう考えてみればそうだよねっていう。こうスマホ使うじゃないですか。スマホで電話するとき皆さんどうやって電話します？こうやって電話するとバイバイって言って切った後に絶対油すごいものすごいものすごいものすごいギトギトになるじゃないですか。でそれをですねあのギトギトにしないためには一番で、しかも良くないんですよ。やっぱこうやるとあのギトギトにもなるし、なおかつ実はやっぱこれで話すとね、なんかねあの通信状況良くないらしいんですよ。でこれはデンマークの、オールボー大学の、ゲルト・ペデルセン教授がですね、良くないですと。でこれは通信電波がやっぱり良くないみたいなので通信状況が悪くなりますと。で一番いい方法は何かっていうと、あの手で持たない、でこういう例えばいますよね。最近でも結構増えましたよね。あのイヤホンにこうつけて、でここのマイクで話す人いるじゃないですか。で、ね、あの携帯電話もさ、携帯電話もポケットの中に入れっぱなしで話すと、ちょっと独り言言ってるバカな、なんかちょっと怪しいやつみたいな感じで見られるから、まあ、ちょっとやっぱり一応保険で、こうね、スマホを出しておいて、ここら辺でこう、いや別に僕、あのスマートフォンに話しかけていますよ。だから、あのこれは独り言ではないですよっていうふうにやるじゃないですか。あれがやっぱ一番いいみたいです。で、これが
一番ね、通信状況が改善されるみたいなので、明日からもしスマートフォンで電話をする方はですね、ぜひ試してみてください。こっちじゃなくてこっちで通話してみてください。でもそのうちあれでしょうね、きっと。今 iPhone7 でしたっけ、出ましたよね。で、イヤホンジャックが今もう、イヤホンジャックじゃないですね、イヤホンのケーブルがなくなったじゃないですか。で、なんかちょっとうどんが出てるみたいみたいな感じで騒がれていますけど、そろそろでもやっぱりそのこうやって電話で話すっていうこと自体がきっとなくなるんでしょうね、近い将来。だってもう Apple のやつだったらここつけながら、そういうこと一緒ですけど話せますし、それこそゲームのメタルギアソリッドとかだと、もうナノテクノロジーっていうんですか、でこうやってなんかこうやったら話せるみたいなんですよ。その耳をもう耳に手を当てただけでこう通話することができるみたいな感じになるんですけど、それもそのうちいずれもう近未来的とかっていうか、もう結構わりかし現実的になってくるんじゃないんですかね。あれびっくりしましたよね。ちょうど昨日ですよ。昨日ニューヨークの中心部マンハッタンで、日本時間18日ですね、の午前9時半に大きな爆発があったみたいです。で、合計29人が負傷ということで、ニューヨーク市のデブラシオ市長はですね、記者会見で、これは意図的な行為だというふうに事故の可能性を否定しています。で、今これなんでこれが起こったのかというとですね、今ニューヨークの市内では国連総会が開かれているみたいですね。で、そこで厳戒態勢を取っている中、オバマさんとかもいるみたいです。で、その中で今回爆発が起こっちゃったっていうことで、もう大騒動ですよね。これは完全にテロなんじゃないか、 9.11 なんじゃないか、その彷彿させるんじゃないかっていうことで今騒がれているんですけれども、ABC テレビなどのアメリカの複数のメディアがですね、18日の深夜に、爆発に関連した、5人が拘束されたと伝えられています。で、まだこれ詳しい詳細とかは、明らかにされていないんですけれども、まあ、とりあえず今のところ分かっているのはそこまでということなんですけど、ちょっと怖いですね。またいや、なんかそのアメリカでもまた別の日にあったらしいですね。そう、ニュージャージー州で18日の夜に、鉄道の駅の近くに、ゴミ箱から約、5つの爆発物とみられる不審物が見つかったということで、やっぱりなんかこうそういう前兆もあったんでしょうかね。ちなみに安倍さんとかもやっぱいるみたいですね、国連総会には。だから完全にね、そういうお偉いさんを狙った爆発事件だったんじゃないかということで今すごい騒がれていますけれども、今週は結構いろいろね、なんか日本のその政治とかはなんかすげえいろいろこうありましたよね。まず蓮舫さん、先週話しましたよね。蓮舫さんがじゃあその民進党の代表になるのかならないのかみたいな話をしていて、で、僕はまあなるっしょって言ったのが、まあこれ確実にやっぱなるっしょって言ったのが合ってましたね。なりましたね。ただなったんですけれども、結構そのなる直前ですごい騒がれたじゃないですか。それこそ彼女のその国籍の問題ですよね。その二重国籍なんじゃないかっていうことですごい騒がれていましたよね、本当。で、9月の9日に蓮舫さんがですね、ブログですね、自身の、9月4日だ、9月4日に自身の Facebook ですね、自身の Facebook に、投稿したんですよ。私は日本人ですよっていうことに関する、投稿をされているんですけれども、びっくりしたのが、その9月の15日でしたっけ、確か9月の15日に、実は国籍がっていう話をしてたんですよ。で、そう、9月の15日ですね。あ、9月の14か。ちょっと待ってください、失礼しました。そう、9月の13日9月の13日にこの二重国籍の問題について記者団に、台湾国籍が残っていましたと
発表したんですね。で9月の15日に代表戦になりました。で彼女が民進党の代表になりました。圧勝でした。そして初めての女性ですっていうことになったんですけど、でまあまあまあやっぱなるよねというふうに思っていたんですけれども、あのちょっと結構ねこれ面白い記事を読んだんですけど、この、民進党員のサポーターですかの、李小牧さんっていう人がいるんですよ。で彼はもともと中国人だったんで、中国の人だったんですけど今日本の国籍を取得していて、で彼がですねコラムをニューズウィークっていうコラムに、ちょっと寄稿をしているんですけれども、でこのコラムが結構やっぱ面白くて、で、まあ、彼も、その国籍を変えたっていうことなので結構いろんな指摘をしているんですよ。でこの蓮舫さんのやつは今回完全に、まあ、要約すると嘘をついていたんじゃないか。で、まあ、結構なんか今ありますよね、その嘘つきだからその民進党の代表選ももうこれはないんじゃないかとか、もう代表自体やめろっていう声もすごいたくさん上がっているんですけど、で彼のその指摘がすごいやっぱりこう、あそうなんですかっていうふうに思うぐらい的確なんですよ。で、まあ、彼もねその国籍を変えたっていうことですごいそういう部分でもあの、まあ、自身も経験されていることなので、だから余計に説得力が増すんですけれども、でもともとでそのまず最初に指摘しているのが国籍を変えたのを忘れるなんておかしいだろうっていうこと、というかそんなの普通はないよねってことをしてるんですよ。そもそも子供とかの時代だったら別に問題はないけど、高校生の時に国籍を変えた、その台湾籍を放棄した手続きをしたっていう記憶がある、でそれがあやふやっていうのは高校生の状態でそれがあやふやって、ちょっとさすがにそれはちょっと覚えてるでしょっていう指摘をしているんですよね。でこのでそもそも13日に、台湾国籍でした、二重国籍でしたっていう発表をしているんですけど、これもしく、これがその9日に私は日本人ですっていうふうに言っていた中で、で12日、13日にあのすいませんね、これ嘘じゃないけど、台湾国籍残ってましたっていう発表をしたんですよね。でこれ彼がその指摘しているのが面白いのが、12日ですね、前日の12日が民進党代表選の、要は党員とかサポーター地方議員が投票する締め切り日なんですよ。それが9月の12日なんですよ。ここまで言うとなんとなくわかると思うんですけど、要はその9月の12日に投票が全部一回終わります。で終わった後の翌日にすいません、二重国籍でした、台湾国籍残っていましたっていう発表しました。そして9月の15日に代表選に圧勝しましたよね。ということは、まあ、完全にその彼が指摘しているのはその時間を稼いで13日に発表したこと自体が、じゃあもっと早く発表できたんじゃないかって言っているんですよ。実際に、そもそも彼女ぐらいの立場になればすぐ確認もできるだろうと、まあ、そりゃそうですよね。でわざわざそこまで引き延ばしたっていうのは、12日の投票日まではあやふやにしておいて13日ではっきり白黒つけたいっていうところでなんかやっていたんですかね。だからまあなんかその指摘はでも確かにすごく説得力があったので、そうだなというふうに思える部分もあるんですけれども、もうでもね今のところ結構その代表やめろやめろっていう声が上がってはなんかその政治家の人とか結構やっぱ指摘してる気はするんですよね。でもねどうなんですかね、本人はもう完全にそういうことは一切言っていないですけれどもね。ちなみに蓮舫さん今回圧勝だったっていうことで、彼女一体どれだけ投票されたのかなというとですね、国会議員公認内定者からは210票、そして地方議員126、党員サポーター167、合計ですね彼女503票獲得したんですね。で前原さんは230票ということで、まあ、約半分ですね。玉木さん116ということで約、まあ、5分の1ですね。でこんなにたくさんの人たちが結局その、まあ、投票したわけですよ。12日に何も知らずに、で翌日になってみて、ねえちょっと約束なんか違うんだったのみたいな、まあ、完全に言うともう嘘ついてただろうっていうところですけど、もう票は行っちゃってますからね。で
ね、13日に言って15日に圧勝ってことでだったんですけどね。まあ、今後彼女がですねどういうことをしたいかっていうのがですね、広報の時にですね自分の政策を発表しているので、まずは経済財政、人への投資に財源を振り返る、増税に見合う行政サービスを実感できるように見直すべきだ、憲法改正、9条改正には反対だ、安全保障関連法、立憲主義の理解を間違っている、白紙撤回すべきだ、沖縄の基地問題、結論は守るべきだ、いろいろ言ってますけれども、どうなるんですかね。なんかそもそもまあ自分は結構ね、まあ、今回その台湾、まあ、うまいことやってなったからちょっとね、なんか若干その信用とかっていうのがちょっと微妙なところですね。ここまでなったけれどもみたいな、ちょっとまあでもこれから、ね、なんとかしていかないといけないんでしょうけど、でもまだねあのやること多分たくさんあるんですけど、でもこの二重国籍のことが結構あやふやになりつつあるじゃないですか。でそれこそ今あの、まあ、さっきのニューヨークもそうですけど、やっぱ未だに結構ちょっとずつ分かってきているあの豊洲問題、なんかあっちにこう蓮舫さんの話題がこうすり替わっていくような気がしてしょうがないんですけど、でこの豊洲問題もなんか今すごいなんかいろいろこうボロボロ出てきてるじゃないですか。でもなんかよく分かんなくなってくるなと思い、ちょっとねまとめてるところがあるんですけど、日程をそもそもどういう経緯でこの豊洲市場が今どこなのかっていうのがちょっとねやっぱ分からなくなってきてると思うので、分かりやすくまとめてみましょう。まず、豊洲の移転決定がですね2001年の12月にありました。移転しましょう、築地から豊洲に移転しましょう。でそこで、いろんな調査をしました。じゃあ豊洲にするけれども、じゃあ実際どこにしようかと、でその調査をして2008年の5月に豊洲の土壌から環境基準の4万3000倍のベンゼンを検出、そこに工場があったのでそれで土壌が結構もう良くない状態だったと。その時に当時の石原さんが、まあ、ちょっとこれ石原さんの話を後でしますけど、この地下空間の利用に言及してるんですね。なるほどだから今地下空間あるんでしょうか。そして2008年の7月に専門家会議ではそこで 4.5 メートルの盛り土を提言してるんですよ。地下空間ではなくこの盛り土やった方がいいんじゃないかっていうふうに言ってます。そこで、その翌年の2月、2009年の2月に、豊洲市場の、もうこれを移転しますよっていう方針を決定しました。そして2011年内に地下空間を含む設計図が作成されていたらしいですね。で、13年から、ここまでが石原さんが知事だった時です。で、2013年の1月に、じゃあ移転時期を14年度から15年度に延期します。で、これを言ったのが猪瀬さんです。それで、舛添さんです。14年の10月には、この土壌汚染の対策工事が終わりましたというふうに言っています。で12月に移転する時期をじゃあ2016年の11月の上旬にしましょうと言っています。そして今あれですね、小池さんがになりました。で8月に、築地移転のは延期しますと、2016年の11月ではやめましょうというふうに延期をしました。で今問題になっているのがこの盛り土ですね。その盛り土がそもそもなくて建物の下が地下空間なんじゃないかっていうので結構話題になっているんですね。ここまでこんな感じみたいですよ。だからもう約15年ぐらいは続いてたんですね、最初の時から。でこの盛り土がなんかもう今すごいことになってますよね。もうとりあえずその地下空間があるっていうことが分かったじゃないですか。でそれをあの報道陣に公開したんですけど、その地下のところに水が溜まっていますっていうのが14日に分かったんですね。
14日に分かって16日に報道陣に公開しました。で今テレビでたくさんワイドショーでやってるじゃないですか。で深いところではですね、その床に20センチの水が溜まってるみたいなんですね。で今なんか僕今朝テレビで見たのが、その水にはあの強アルカリ性っていう水が適出、その成分が適出されて、その強アルカリ性っていうのは、結構その人体がその水に肌をつけると、長時間つけるとやけどのその恐れがある、肌がただれる恐れが、ただれるとかまではじゃなかったかもしれないんですけど、肌にとってはかなり悪影響だと。で実験をしたんですよ、そのテレビ局が。お肉を、鶏肉をつけるんですよね、何分か何時間か。であと別に魚、サンマかなんかをつけていたんですけど、その強アルカリ性の水に。でその成分は、再現したんですよ、その豊洲の地下空洞の水たまりので、同じぐらいのそのレベルを再現したんですけど、そうすると結構びっくりしたのが、でそこのつけていたサンマがもう表面とかがもうね、あの皮、魚の皮とかがもう本当に溶け切っちゃってて、でもう身がむき出しだったんですよ。でもう完全にこれちょっと良くないよねっていうところで、あのテレビはちょっとみんな、その後に結局見るのやめたんですけど、まあそこまで見ると結構今その森土から、地下で、そこから水で、今強アルカリっていうところに行っているんで、これちょっと大丈夫じゃねえよなっていうのになってきてるますよね。ちょっと怖いですけど、でなんかこの地下空間っていうのも、なんかすごいもう湿気がすごいらしくて、泥とかカビとかの匂いがもう、あの部屋全体に充満しているらしいですよ。だからちょっとどうなるんでしょうね。まあでもテレビでそこまで、その強アルカリ性の水がもうなっちゃってるっていうことで、ちょっとさすがにこれ、この水なんか前は飲んでも大丈夫っていうふうには言っていたんですけど、飲んでも大丈夫だけれども、でもね、肌につけたらもうそういうふうに良くないっていうふうにも専門家も言ってるから、ちょっとなんかまだまだいろいろ出てきそうですね、この後。そう、そこで食べ物を扱うっていうのが怖いんですよね、本当に。そう、その、ま、もうおっしゃる通りですよ。だからどうなるんでしょうかね、ちょっと怖いですね。なんかまだ水の次は一体何なんだろうっていう、ポロ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 まだまだ出てきそうですけどね、まだまだ出てくるんじゃないですか、しばらくは。今はあれですよね、であの調査チームを、2つチームを作っているみたいなんですよ。で、2つチームを作って いるんですけど、1つはですね、環境関連の有識者からなる専門家会議っていうところのチームがあるのと、もう一つは小池さんの、匿名の市場問題プロジェクトチーム PT ですってが、2つチームを作って、別々の観点でちゃんと二重チェックをして、ちゃんとね、じゃあ豊洲一体大丈夫なのかっていう検証を今からしていくみたいなんですよ。でこの検証が、週内に、今週内には報告がちゃんとされるみたいです。なので、まあそこでもうね、多分きっともう一騒動やっぱりありますよね。あるでしょう。ないなんてことは絶対ないと思いますよ。絶対何かしらまたね、騒ぐんじゃないかなと思います。ちょっとこの先はちょっと何があるかよくわかんないですけど。で、その石原さんなんですけど、でなんかもともとその彼はなんかそのなんていうんですか、その騙された、都の幹部に騙され、都の幹部じゃないですけど騙されたっていうふうに彼は言っていたんですよ。でもともと彼はその当時コンクリートにした方がいいんじゃないか、その地下空間に した方がいいんじゃないかっていうのを、彼自身が専門家からそれを聞いて、都の幹部にじゃあそのそういうふうにしてみた方がいいんじゃないっていうのを言っていたらしいんですよ。ただ
結局その後にじゃあこうした方がいいんじゃないって言った後にその地下空間を作る計画の報告は一切受けていないっていうふうに言ってるんですね。で、15日にはですね、都庁の役人からそういう情報を聞いたからそういう意見があると取り次いだだけと発言している。なんか結構彼自身の発言も二転三転しているんですよね。でなんかその、まあ、とにかく聞いていない、僕は当時騙されたっていうふうに言っていて、そのまあそのこういうふうにした方がいいんじゃないっていうふうに言ったんだけど、結局その報告も何も聞いていなくて、あのじゃあそのね何もしていない、その報告されていないっていうことは、じゃあその時に、その、要は盛り土にするっていう状態で進んだのに、結局地下空間にしたっていうことじゃないですか。で、その地下空間にする方が安くなるらしいんですよね、お金が。で、そこで問題なのが、その盛り土にするっていうのにしてなかったわけじゃないですか。ただ、その、なんていうんですか、その、なんですかその仕事をする中では盛り土でやりますというふうに言ってるから、その分の予算でやっているわけじゃないですか。ただ結局地下空間にしているから、その地下空間って安いから作るのが建設費とか安いんでしょうね。だからその分でその差額を誰かが懐に入れてる、もしくは何かねしているんじゃないかっていうので石原さんも騙されたというふうに言ってますし、でまあ、結局でも盛り土からその地下空間っていうことはそういうことでしょうね。お金の部分で誰かがこうチョンボしてるっていう、そういうことなんでしょうね。そういうふうにしかもう思えないですけど、でいつそれをじゃ あの有識者会議とかをするんですけど、それは結局豊洲問題、その豊洲がに移転していいの悪いのっていう話じゃないですか。ただ結局その僕らが気になっているところって多分2つで、そのじゃあ本当にね、実際問題、じゃあその移転できるのか、じゃあそれは本当に大丈夫なのっていうところは心配だけれども、なんかそっちで持っていく前に、いやじゃあそもそもそのじゃあ地下空間とその盛り土にした分の差額とかって誰が一体ねチョンボしたのっていうのも、そこもあのはっきりしておかないと、多分その2つをはっきりしないと、多分その小池さんが言うその都民を安心できない、まさしく僕もその安心できないですね。じゃあ多分なんかでもきっと今後の流れ的にはそのチームを2つ作って、そのなんかチェックとかをして、じゃあ豊洲は安全ですでいつにしましょうっていう風なだけで終わっちゃうと思うんですよ。でただじゃあ実際のところ、そのすごいもうどす黒いもうなんか大人の都合の部分ですよね。その盛り土から、地下空間になった経緯とかっていうのも、そこも明らかにしていかないと、そこの2つを明らかにしないと僕ら都民はやっぱね納得できないと思うんですよね。本当に納得できないですよね、そこをうやむやにしないで。だからなんかその2つはちょっとちゃんと別々で進めてもらわないと、ちょっとなんかこうなんかね、なんか1つは終わったかいいけど、じゃあもう1つのところ何なのみたいな感じで気になっちゃいますけどね。まあなんかあるんじゃないですか。まあでも今後ちょっといろいろバタバタしそうなんですけれども、小池さんはですね9月の14日に都庁の放送で、全職員が、東京都の全職員がですね午後8時には絶対にもう帰れと、残業するなっていう宣言をしたみたいですね。これはですね10月の中旬からそれが宣言始まるっていうことなんですけれども、まあ今のところは多分ものすごい本当に忙しいから、その結局じゃあそのね豊洲の移転問題とかも忙しいから、果たしてこれ、まあ、10月の中旬からちゃんと始められるのかどうかもちょっとよくわかんないですけれどもね。だからでも職員の人たちも困るんでしょうね。いきなりこう8時からその8時まではもう絶対8時以降は残業するなって言われても、それでもその残業するなって言われても、じゃあそれをどれをどういうふうにその残業し何なんていうんですか、そのどれをどういうふうにしなければいけなければならないっていうのも分かんない中で、いきなりじゃあ8時に帰ってくださいって言われても、じゃあその8時に帰るために何をしなければいけないのかっていうのを、ちゃんとそこがねきっとしっかりしておかないと、結局家に帰って仕事しちゃうみたいなことも発生しちゃうから、ただ単に分かんないです、どのぐらいその宣言その言ったのか分かんないんですけど、学校の例えばその中学校高校とかも、明日からこれはやめましょうとかって言われても、やめましょうって言われても、やめる前に何をしなければいけないかっていうことも、それもパッケージで言ってくれないとやめられないじゃないですか。だからちょっと一概に、まあ、どこまで言ってるのか分かんないですけどね、
ちゃんとしっかり変えるためには何かしなき、そのしっかり削らないといけないから、そのために何をするのかとかも言ってあげてるんでしょうかね。どうなんでしょうか、ちょっと気になりますけど。そろそろもう時間ちょっとなるんで、巻きでいきますけど、今週ちょっとあった動画の、今週見ておきたい動画をちょっと久しぶりにあるんですけど、おすすめ動画です。去年かな、おととしぐらいにすごいネット上で面白い、ちょっとこれはやっぱね、ネットっぽいなっていう、なんかネットならではの面白さだなっていうので話題になったんですけど、そう、2015年の6月30日にですね、アメリカの、ロボットを作っているクラタス、あ、これクラタスは日本ですね、アメリカ生まれの巨大ロボ、メガボットっていう、ロボットがあるんですけど、そのメガボットが、日本の水道橋重工、水道橋重工のロボットクラタスに、インターネットの動画でですね、お前かかってこいよっていう、ちょっとロボット同士でバトルしようやっていう、喧嘩を売ったんですよ、インターネットの YouTube 上で。お前かかってこいと、日本かかってこいと。それでロボットのどっちがロボットを作るその技術が上なのかを、ちょっとネットでちょっと戦おうよみたいな。だから K1 ですよ、 K1 とかプライドとかもう格闘技と一緒ですよね。でそれに対して日本が、じゃあいいよやってやるよと、アメリカかかってこいよと、お前らはどうせあれだろ、でっかいものしか作れねえだろみたいな、俺らはもっと繊細なもっとすごいものが作れるからっていうので引き受けたんですよ。でそれがですね、なかなかね、その後じゃあ今後どうなったのかっていうのは、結構僕待ってたんですよ。でやっと来ました、やっと来ました。で、9月14日にですね、これはですね、メガボットの方の YouTube チャンネルのところからアップロードされたんですけど、なぜかですね、タイトルがメガボッツシーズン1トレイラーということで、予告編を上げています。なのでおそらくこの後も日本がそれに対してのトレイラーを上げるんじゃないかなというふうに思っているんですけど、なんでかっていうと、もともと、まあ多分もうそもそもこの予告編を上げた時点でもう日本側もちゃんとしっかり用意もできて、何かまあ全部終わってるんでしょうね、映像にしてるってことは。で、もともとメガボットが、一番最初にそのじゃあ喧嘩を吹っかけた時のやつなんですけど、それがですね、2015年の6月30日に動画を公開しているんですよ。で、その水道橋工業ですね、重工が2015年の4月5日にそれに対するレスポンスを送っているわけなんですね。なので、まあ、約そうですね、6月の30日ということなので、まあ時期的に考えると、まあ、このぐらいのタイミングで、もうちょいかこのぐらいのタイミングでおそらく日本側も同じような感じの、同じか分かんないですけど、トレーラーを出し返すんじゃないかなと僕は勝手に予測しています。だからまあ僕も結構ね予測当たるんですよ、実は。でこの前のいつだっけかなんかね、前昔ちょっと記事書いたことがあるんですけど、その時にそのなんかそのフェイク動画に関する記事をちょっと一回上げたことがあるんですけど、でそのフェイク動画の記事も僕の予想が当たったんですよ。これはちょっとフェイクでどこかの会社がどこかがやってるんじゃないかっていう、嘘だろこの動画はっていう予測を立てたんですけど、それが当たったんですよ。だから今回も僕の予想が当たるんじゃないかと。日本が勝つかアメリカが勝つかはちょっと分かんないですけど、まあ多分まあ流れ的には日本が上げて、そこからバトル開始っていう風になって、インターネットは超大盛り上がりみたいな感じになるんじゃないかなっていう風に思っているんで、ぜひ、このメガボッツシーズン1のトレーラーちょっと見てみてください。1分ぐらいなんで、すぐ見終わりますよ。忙しいあなたでも見ることができます。ちなみに、前回のその去年のトレーラー、去年のビデオとかも結構面白いので、それもね、1分40秒とか1分ぐらいなんで、忙しい皆さんはぜひ見てみてください。ということで、その動画のリンクは下に、今回の、この動画の説明欄に載せておきますので、ぜひ見てみてください。で、ということで、もうそろそろね、時間早いですね。もう1時間経つので、今週はここまででございます。今週も最後まで皆さん聞いてくれてありがとうございました。でですね、お待たせしました。ようやくお待たせしました。で、今週の、まずは、まず今週のステッカー当選者の発表なんですけれども、今週のステッカーの、発表はですね、当選者は、運野圭吾さんでございます。運野さん、おめでとうございます。
すげえたくさん来ましたから、今ほら追加で来たんで、追加で来ましたので、あの今までですね、結構ちょっとあの滞っていたんですよ、そのステッカーの発送が。でちょっと今のところちょっともう一回アナウンスをすると、とじさん、とじけんたさん、上田浩太さん、中山レオさん、井上裕太さん、運野圭吾さん、合計ですね、5名が、これからステッカーが、お手元に届きますので、おめでとうございます。でですね、あのこのステッカーじゃあ欲しい人いると、いたら嬉しいな、いたら嬉しいな、欲しいっていう人はですね、あのこの Facebook のライブ、もしくはですねポッドキャストがですね、大体水曜日か木曜日に公開されますので、その投稿をシェアしてもらって、僕の Facebook ページに、アリさん私シェアしました、僕シェアしましたっていうのを教えてくれると、じゃあわかりました、じゃああなたの住所はどこですか、じゃあその後にわかりました、じゃあステッカー送りますっていうことで、そこまでやりますので、ぜひぜひFacebook ライブもしくはポッドキャストをシェアしてくださいということで、今週のステッカー当選者は運野さんでございます。おめでとうございます。いやー、ここまでザザッといきましたけれども、来週、再来週なんですけど、ちょっとお知らせがあるんですよ。で来週はですね、ごめんなさい、喋りすぎましたね。来週はですね、ちょっとね、嫁が日曜日休みなんで、もしかしたらちょっとわかんないです、ポッドキャスト、あ、ポッドキャストじゃない、Facebook ライブやるのわからないです。ちょっともしかしたらやらないかもしれないですね。で、翌週なんですけど、さらにその翌週は、登山に行くんですよ。丹沢っていうところに行くので、ちょっとね、前回で結構もう過ぎちゃったんで、もしかしたらちょっと厳しいんですよね。なんで、もしかしたらちょっとまだわかんないです。あの、2週連続できない可能性があるんですよ。Facebook ライブ、ポッドキャスト。覚えててくださいよ、僕のこと、僕の存在を。インターネットは時間が経つのがすごい早いですからね、もうものすごい早いですから、僕の存在を2週間だけ、いや忘れないでください。まだでも分かんないです、あのできないかもしれないっていう話なんですけど、あのちょっとできなかったら、あのまた投稿しますんで、あのまたその時は1週間後とか2週間後とか、皆さん忘れないでください、忘れないでくださいということで、これは決まったら教えます。で、でですね、お知らせをします。でですね、あれです、その間ですね、あの毎週ステッカーの当選者はやっぱりちょっと発表したいので、ステッカーの当選者は毎週発表していきます。忙しくても無理でも Facebook のライブができなくても発表していきますので、Facebook のページで発表します。今週はこの方ですと。結構ね、ステッカーの当選者が結構たくさんいらっしゃるので、あのそれは定期的にやりますので、ステッカーを送らさせていただきますということで、もしかしたら休むかもしれませんということです。ございます。ではでは、今週も最後までここまで聞いてくれてありがとうございます。ちょっとまあ本当にあのすいません、あのできる範囲になっちゃうので、ちょっと9月、来週再来週がですね、できる範囲になるのでちょっとわかんないですね。髪型というか、ちょっとパーマかけにも行ったりするんで、結構髪の毛も伸びてきたんで、まだまだ伸ばすんでよろしくみたいな。なので、ちょっとまだわかんないんですけど、決まり次第ご連絡はいたします。ということで、今週も最後まで皆さんここまで聞いてくれてありがとうございます。その他僕が他に言いたいことはもう全部ないです。今週はここで全部言いたいことをバッチリ言いました。ということで、また来週、もしくは再来週、もしくは、3週間後ですかにお会いしましょう。以上、アリケータによる TJM4.0 でした。ちょっと太りましたけどね。もしかしたら次回会う時にはスッキリしてるかもしれません。ではではまたその時にお会いしましょう。以上、アリケータでした。じゃあまた。今週のポッドキャスト、ここまで聞いてくれたニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、TJM ラバーズの皆さん、天気がちょっと気になる皆さん、ありがとうございます。最初ね、オープニングのトーク特になかったんで、ここで話すのかよとか思った人もいると思うんですけど、じゃあ聞いてくださいよ。だってこれ、あれですよ。この Facebook ライブの翌日にこのポッドキャストのやつ撮ってるんで、まあもうそんな話すことないっすよ。もう結構ね、話し切りましたよ。っていうことなので、まあここまでです。でもね、ちょっと一つだけお知らせがあります。
今ですね、あのドキュメンタリーをちょっと1本動画で作っていますので、その動画がですね、おそらく10月の頭ぐらいに僕の YouTube のチャンネルではないんですけれども別の、メディアから、YouTube のチャンネルですね、からアップロードされると思いますので、まだ多分ねそこら辺は Facebook ライブもしくはポッドキャストでお知らせはすると思いますので、結構ね久しぶりにそのなんていうんですか、こういうの作りましたイエーイみたいな感じで見ていただけるような動画になってると思うので面白いと思います。別でなんかちょっといろいろ作ってるお見せできないのもちょっと溜まっちゃってるのがちょっとなんとも非常にちょっとこう見てほしいんですけどね、ちょっとなかなか仕事絡みだとなんかちょっと大人の事情っていうんですかあるからちょっとなかなか難しいんですけど、今回のやつは皆さんにも見ていただけるようなちゃんと状態になっていると思いますので、ぜひぜひお楽しみください。ドキュメンタリーでございますよ。いい感じのドキュメンタリーでございますよ。裏話なんかは Facebook ライブかポッドキャストでしたいですね。できるならばそっちの方がだってねお得感というか限定感ありますからね。そういうの大事ですからね、インターネットって。ということで今週も最後までここまで聞いてくれて皆さんありがとうございます。ではまた来週か再来週か、次回のポッドキャストでお会いしましょう。以上アリケーターによる TGM4.0 ポッドキャストでした。じゃあまた。